今春樹くんはここを重点的に鍛えたいとかってあるんですか？まあ、一番今鍛えなきゃダメなのはちょっと腕ですね。やっぱ突き押しとか回し引きつける時とか必要だと思います。まさに相撲の道を一直線。片上市に住む佐々木春樹さん12歳です。2月に東京で行われた元横綱白鵬が主催する子ども相撲大会白鵬杯で優勝。小学生最高峰の大会で見事日本一に輝きました。石佐々木春樹くんの勝ち。以上、小学6年生の分。喜びいっぱいの春樹さんはこの春新中学1年生。真新しい学生服は大のお気に入りです。130キロな、3年生の頃130キロになろうとしたんですよ。筋肉つけながら。これはどこで買ったんですか？大久保の確か、あ、ちょっと聞いてきていいですか？大久保のどこですか？今村、あ、今村ご紹介。今村ボックス店に頼みに行って炭鉱学生服っていうところに直接測りにつぐりに。まず地元の呉服屋じゃ対応してくれなかったんですか？ああ、もう既製品は絶対無理なので全部オーダー。身長173センチ、体重125キロのボディはまさに規格外。オーダーメイドの制服がチャームポイントのお腹もしっかり収めます。特注なんでちょっとやばかったです。お金なき上の子より3万ぐらい高かった。愛情がたっぷり詰まった学生服に身を包み、片上市の宇城中学校ではこの日66人の新入生を迎えました。皆さん一人一人には無限の可能性が秘められています。どうか自分の持ち味や良さに自信を持ち、仲間と切磋琢磨しながらこの3年間でなりたい自分に近づいていってください。また春樹さんも大きな目標を抱いていました。共に学び共に生きる。入学式終了後のことです。何の写真したの？自分ちょっと作りたいんですか？相撲部。相撲部作りたい。はい。お、やる気ある？やる気あります。やる気あるな。チラシというか、まあ、作ってきたの？ちょっと求むって、はい、ちょっと見せて。そう、春樹さん、中学校での最初の目標は相撲部を作ること。様々な部活動で優秀な成績を収める宇城中学校ですが、相撲部はありません。立ち上げたいのはこんな理由。ザ青春みたいな、なんか毎日走りながら帰るみたいな感じ。まあ、いつかちょっと個人ももちろんそうなんですけど、自分も全国の舞台で団体で戦いたいな。ちょっとじゃあその春樹さんの熱い気持ちを私も受け取っておくから、これちょっとね、先生たちとも相談してみよう。わかりました。わかった。じゃあ来週ですか？来週だな。今、春樹さんの稽古場はお隣、井川町の武道場です。この日は小学生から高校生まで様々な学校から集まっていました。春樹さんはここに宇城中学校の部活として参加できないかと考えています。その気持ちを理解するのが指導者の伊藤勲さん。現役時代は国体の団体戦に15回の出場実績があります。団体というのはもう大体5人制ですよね。5人で喜ぶわけですから、勝った時にですね、そういうところでやっぱり団体がやっぱり一番それが面白いですよ、ただどうしてもこういう厳しいスポーツっていうか、
一緒にやってくれる子がいるかどうかですよね。そこがやっぱり一番大きいと思います。日本の伝統相撲ですが、競技人口の減少は顕著です。1998年には全国で7684人だった競技者登録数が、その20年後には4121人、およそ半数近くまで減ったというデータもあります。その流れに待ったをかけたい春樹さん、中学生の挑戦が始まりました。一番大切なのはやっぱ見る人魅力して、ちょっと相撲はこういうところが面白いよとか教えて、じゃあ相撲の世界ちょっと一緒に見てほしいですね。